どうも、ゲームです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は J1 第34節、アビスパ福岡戦のマッチレビューをやっていきます。リカルド最後の試合となった今季の最終戦はホームに福岡を迎えましたが、1-1のドローで終わりました。あまり良くない意味で、今季を象徴するような試合になってしまったのかなという印象で、その要因について解説していきます。今回も戦術ボードを使ってわかりやすくお話しいたしますので、ぜひ最後までご覧ください。浦レッズサポーターでチャンネル登録がまだの方は、ぜひ登録も忘れずにお願いいたします。はい、今回の動画では3点お話しいたします。1つ目は不足したスピードアップについて見ていきます。2つ目は人で変えた意識と、ミドルシュートについて考えていきます。3つ目は理想と現実のミスマッチについて考えていきます。では早速やっていきましょう。はい、一つ目は不足したスピードアップについて見ていきます。まず試合前や試合中の状況において残留を目指す福岡にとってはドローでも問題ないという前提はありました。で、その中でプレビューでもお話しした通り 3-4-3 ですね。こういった形で入ってきたんですけども、守備の時におけるウィングバックの立ち位置ですね。ここのリスクの取り方はですね、つまり前の3トップに追従して前に出ていくっていうところ、それに対する考え方としては少し控えめだったのかなと感じています。で、対する浦和はリカルドの最終戦ということもあって、リカルド体制で一番良かった時期である今季の6月から ACL にかけての布陣やバランスで入りました。ボールを持っている時は4バックがベースの立ち位置を取って、岩尾アンカー気味ですね。そしてインサイドハーフに厚木と小泉がいるところと、前線にウイングの2人と松尾がトップにいる。そういう形でしたね。戦前の予想通り、ボールを持つ時間が長くなったのは浦和でした。その中で自陣からのビルドアップですね。ここから進んでいくという点については優位に立てたのかなと思います。福岡はね、3-4-3なので、ボランチの2枚に対して、この三角形の3枚で優位を取りやすいっていうこともありましたし、試合序盤からやや前からね、プレッシングをかけてきた3トップに対して、4バックの4枚と背後の岩尾というところで、この岩尾が浮いてボールを持って前を向く、そういうシーンも複数回ありました。ただ課題はそこからで、こういったところで出し手が前を向いた時に、一気にスピードアップして相手の最終ラインをブレイクしていく、そこでシュートまで持っていけるかっていうところに関しては、ちょっと物足りなかったのかなという印象で、やはり繋いでいく過程でどうしてもサポートが手前に寄ってくるっていうところですよね。最初のビルドアップが成功して、岩尾が前を向いたところでも、次の選択肢がみんな手前になってきてしまう。そういう課題はやはりあったのかなと思います。例えば5分55秒のシーンなんかは、岩尾が前を向いて、その瞬間にね、厚木がミッドフィルダーの背後に潜っていくっていうシーンがあって、そこにパスも出るんですけども、じゃあここにパスが入った時に、次のパスで最終ラインをブレイクする味方がいるかどうかという点では、やはり手前に寄ってしまうっていう傾向があって、決定的なシュートシーンを作りづらいっていう側面があったと思います。で、これはこれまでのレビュー動画とかでも触れてきたんですけども、リカルド体制における継続的な課題というか、バランスの問題でしたね。次のパスを受けるような選手たちのサポートの選択肢として、裏を取りに行くのか近くのサポートに寄るのかというところで、どうしても手前の方に寄ってきてしまう、そういう傾向がやはりあったのかなと思います。で、相手の3トップを外して岩尾が前を向いたところで手前に寄っていくと、この後の攻撃っていうのがどうしてもスピードが上がらなくなってきます。で、そういったスピードが上がらないと、福岡っていうのはすぐにプレスバックして、この 5-4-1 のブロックを自陣のところで組む、そういう展開が増えました。やはりこういった守備の意識ですね。最初に前から行くは行くんだけども、越されたらすぐにプレスバックして、ブロックを組む。しかも前の3トップの選手も決してサボらないっていう、そういうチームですので、攻撃がスピードアップできないと、こういった 5-4-1 を押し込んだところからどう崩すかっていうところが問われるようになります。で、こちらもプレビューでお話ししたように、自陣で誰もサボらないような5-4-1のブロックを敷かれると、どんなチームが相手だとしても崩すことは難易度が高くなります。ブロックの前を、ボールをね、回しつつも、わずかな穴ですよね。こういった間とかをなんとか見つけて、早いタッチとかワンタッチとかで最終ラインの裏をついていく、そういう風にしてシュートチャンスを作るっていうことが必要になってくるんですけども、やはりそこまでは質は出せなかったのかなと思います。もちろんブロックの手前でボールは回っていくっていうのは多少はしょうがないことではあって、そういった横の動かしを入れながら相手のね、移動を強要する。その移動の過程でわずかに開いた穴っていうところを早いパスとか、ワンタッチとかでついていく。そういうことが求められるんですね。そういった中で、やはり最終的には最終ラインの裏で誰かをフリーにしなければいけないんですけども、大久保とかね、秋元が裏に抜けていくシーンっていうのもありました。で、そこにやはりパスも出るんですけども、こういった相手に対して 5-4-1 で押し込んだ状態からでは、
やはり最後のクロスを上げるところがかなり質が高くないと、どうしてもシュートチャンスにはつながらないです。で、そういったところには個人の質っていうのは求められるんですけども、まあ、そういったところもね、ちょっと届かなかったのかなと思っています。まあ、こういった形も今季を象徴するような形になってしまったのかなと思っています。はい、二つ目は人で変える意識とミドルシュートについて見ていきます。一つ目でもお話ししたような課題がある中でも、裏へのアクションを多く出していたのは秋元でした。なので、ハーフタイムの交代で秋元をね、左のサイドハーフに上げたっていうのは、そういう狙いもあったと思います。実際に自陣のね、ビルドアップで、味方が前を向いた次の選択肢としては、相手の裏のところに松尾とか秋元が取っていく、そういう意識の変化もあったと思います。で、ボールを持っている時っていうのは、どちらかというと、松尾と秋元のツートップ気味というような形になっていて、なるべくね、相手の中央のエリアですね。そこの裏をブレイクしていく、ゴールに近づいていくっていうところを、相手のブロックが戻りきる前にやりきってしまう、そういう意識はあったのかなと思います。実際 OCC も作れはしたんですけど、それでも試合を通しては十分な決定機の数とは言えない展開でした。そういう展開の中で、岩波のスーパーシュートっていうのは素晴らしかったですし、真当たりのミドルシュートも惜しかったですね。やはりそういうシーンを見ると、ミドルシュートをね、もっと打ってもいいんじゃないかっていう、そういうふうに思う方もいらっしゃると思うんですけども、これはこのチームが何をリスクとして捉えているかっていう問題があります。まあこれはね、また総括なのでも触れたいと思うんですけども、リカルドの体制ではゲームのコントロールを失うことを最大のリスクと捉えていたと考えています。それゆえに、こういったミドルシュートとかクロスを上げるタイミングですね、これが本当の意味で決定機になる確率が低いっていう風に見る場合は、むやみにそういったクロスやミドルシュートは打たないっていう意識が高かったです。そういう攻撃をしてしまうと、自分たちからボールを捨てることになって、ゲームのコントロールも失いかねない。それをこのチームはリスクとして捉えていたので、全体の数は少なかったんじゃないかなと思います。サッカーにはこういった正解っていうのはあまりないので、その中で自分たちがどういう思想を取っていくかっていうところですよね。何をリスクとして捉えて、プレーに落とし込んでいくかという点で、リカルドのチームにおいては、むやみにクロスとかミドルシュートを打つっていうところはリスクとして捉えていたということになります。その後はモーベルクを投入して高い位置にいる時にはね、なるべく早めにボールをつけていって、相手のブロックが組む前に攻撃を仕掛けるとか、まあそういうところもあったんですけども、やはり決定機らしい決定機は作れませんでした。で逆に失点シーンなんかは、フアンマに中央でポストプレーをされて右に展開、でクロスでゴールを奪われてしまったんですけども、このシーンもリカルド体制の考え方っていうのが裏目に出てしまったのかなという印象ですね。このシーンでは裏のボランチの2枚ですね、この2人が少し前に位置を取ってボールを奪いに行ったんですけども、その背後のスペースを使われてしまいました。でリカルドの体制では最終ラインっていうのはそこまで高くは設定しないことになっています。前からの追い込みをしてボールを同じサイドに閉じ込める、そこから前に相手に進ませて同じサイドで奪い切るという守備を狙っていて、このフォワードからディフェンスのラインですね、ここのコンパクトさっていうのはそこまでないような戦い方になっています。これもやはり何をリスクとして捉えるかというところで、もちろん狭くすれば逆にね、一発でラインを破られてしまった時に一気に決定機につながってしまう、そういうリスクもあるんですけども、怒りの体制としてはそのリスクは取らずに、中盤の選手が前に行った時の裏のスペースですね、まあ、ディフェンスラインの前のスペースに相手に入られてしまう、そういったリスクを許容して裏を一発で取れるっていうリスクをなくしていたということになります。ただ結果としてはそのリスクっていうところを、中盤の選手が前に行った時にポストプレイできる選手に疲れて逆サイドに展開されてしまった、まあ、そういった形になったのかなと思います。はい、3つ目は理想と現実のミスマッチについて考えていきます。浦和はフットボール本部が定めた3つのコンセプトに基づいて選手補強を行っています。解釈の余地はあるんですけども、基本的な方針としては攻撃ではスピードですね、最短距離でゴールまで目指すことがコンセプトとしてはあるので、前線の選手はそういった特徴を持った選手が多いです。現代サッカーでは何か一つの戦術一辺倒では戦えないことは前提なんですけども、まあ、押し込んだところから狭いスペースっていうところを崩していくっていうよりは、相手の背後にスペースがある状態で味方の選手がスピードに乗っていける、そういう展開の方が価値を発揮するアタッカーっていうのが多いというところですね。もちろんこういった浦和のコンセプトとのすり合わせっていうのを行って、リカルド自身もアップデートしていく、成長していくっていうことに関しては就任時に合意しています。でこれは明確にオフィシャルサイトから発信されています。例えば今季は序盤から押し込む前に早めにね前線につけていく、前の選手に
早めな縦パスをつけていくっていうことをやっていたんですけども、これに関しては逆に前線の選手が孤立してしまうっていう現象が起きてしまって、決定機らしい決定機を作れないっていう現象がシーズン序盤にはありました。例えばホームの広島戦後とかには、平野から前線が過疎化しているっていう話も出ていました。その後攻撃時の配置を433ですね、岩尾をアンカーにしたシステムで一時は良いバランスっていうのを見つかったんですけども、一つ目で話したようなビルドアップからのスピードアップとか、そういったところの十分な成果っていうのは出ずに、選手個人の力が発揮しきれないっていう場面も多かったのかなと思います。でこの試合の一番の決定機と言ってもいい前半の小泉のヘディングシュートのシーンなんですけど、これも相手のゴールキックっていうのをショルツが奪って相手のブロックが戻りきる前に早めに前につけていく、いわゆるトランジションの攻撃で決定機を迎えたというところもあります。で52分頃もロングカウンターでチャンスを迎えているんですけど、もう押し込んでしまったところからは決定機があまり作れずに、そういったトランジション的な局面でチャンスを作れたっていうのは、やはりこういったミスマッチっていうのを象徴していたのかなと考えています。ただカウンターとかね、前にスペースがある状態で、あとビルドアップのスピードアップが成功したっていう時でも、最終的にはこのペナルティエリアの幅のところでシュートまで持っていくっていう場面になるんですけども、この質っていうのが正直一向に上がらなかったなと思っていて、この幅に対して例えば 3,4 人がねボールを持ち込んでいくっていうような、いわゆるカウンター的なシーンでも確実にこうシュートまで繋がっていくっていうことが少なかったと思っています。こういったリカルドと浦和のコンセプトの融合ですね、その点については成長や伸びしろというふうに期待していた部分なんですけど、最終的にはミスマッチの色が濃くなってしまった、そういう流れになってしまったのかなと思っています。この融合とかね、成長とか伸びしろとして期待していた部分は非現実的な理想論だったのか、それともね思ったような成長がリカルド自身に見られなかったのか、もしくは別にね要因があるのか、検証していく必要はあるのかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。この試合や動画を見ての意見や感想、質問などはぜひコメントしてください。必ず返信いたします。こちらのチャンネルでは浦和レッズの試合のプレビューやレビューを中心に、浦和レッズをもっとサポートするためのコンテンツを発信しています。この動画が役に立ったと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。